チャオ、アサキでアリンス。昨日ね、花咲く間に間に、辰吉のバッドエンドをしてね、ちょっとすごい、なんていうのかな、嫌な気分で終わって、で、役に入りきれへんかって、そのまま夜寝てんけどね、やっぱりうなされました。はい。で、うなされてね、そこでね、辰吉くんとアサキの、本心を知ったというのか、自分の中でね、なんか夢の中でいろいろと語りかけられて、でやっぱり朝日って厚みやなって、厚みの心が朝日なんやなって再確認した、でそれをちょっとねお話しようかな。まあこれはゲームの中の話やからね、どう取ってもらっても結構です。はい。で、あっちゃんの中の考察でもあんねんけどもね、まあね、辰吉くんが過去からのね、自分の、親の、なんていうのかな、まあ、憎しみ、恨みを晴らすために、まんじゅう屋に来てっていう話やねんけども、まあ、言うたら逆恨み、自分の親、お父さんが、吉野花魁に入れ上げて、で、奥さんを捨てて、花魁に捨ててというかね、で、まあ、そういう、まあちょっとね、まあ、内容的なものになるんです。この辺はちょっとね、動画を見ていただければ、ライブを見ていただければと思うんだけどもね、ネタバレになっちゃうんで、まあネタバレ、まあなるけど、この動画はね、はい、それでね、奥さんが男に走って、で、まあね、切り捨てられて、切られたけども、まあ、生きててって感じで、で、弟が生まれた。で、お父さん違いの弟が生まれた。それが戸田くんやったって形で、まあ、エンド。これバッドエンドやねんね。バッドエンドやるからやけど、最後にその恨みを、須藤先生が、それは辰吉くん勘違いだよっていうところを明かされんまんま、気づかないまんま、徳遊閣に火を放って、大切な万寿屋のみんな、まあ、お父さんは逮捕されたんかな。でその後火を放って、で、大切な白さん、桂さん、和助さん、で、清菊さん、で、鈴音さん、で、他にまあね、まあ、徳遊閣のみんなが焼けて亡くなっちゃうっていう悲しい縁だよね。けど、その中にまあ宝くんもね、宝くんと要は清菊花魁と清次郎さんに恨みを持っている。だから、その血を引いたと思われてる宝くん、宝くんもおそらく兄弟じゃないと思う。で、お父さんである清次郎さん。で、朝木。ね、朝木も一緒に火の中に、ね、包まれていく。なんでか知らんけど、血を分けて一番大切やった戸田くんまで手にかけて、戸田くんまで殺してしまうっていう悲しい縁だよね。けど、それをよくよく考えるとね、辰吉くんも火の中に巻かれて亡くなっていく。全ての、恨み復讐を終わらすって言ってやってんけど、でそれに対して、全て火をつけて焼き尽くす、みんなを薬で眠らせて、で、焼き尽くす中で戸田くんは苦しまないように自らの腕で要は薬で眠らせて自らの手で殺してから焼いた。朝日もそう、途中まで焼かれて熱い中で苦しんでる中、この手で命を、ね、絶ってやるって言って殺されて終わっちゃう悲しいエンド。朝日も亡くなっちゃいます。でその中で辰吉くんは火に巻かれて苦しんで死んでいくであろう終わり方やったんね。でそれをね、もう全然入られへんかったし、そんなストーリーあかんなと思って嫌で終わったんやけど、夜夢の中でその続きが再生されて、辰吉くんが向こうで待ってるよって言ってね、終わるんやけど、待ってくれて、朝木と戸田くんは苦しまないで死ねた。それは、辰吉くんも復讐することによって死んでしまう。どうしても処刑になったりする。どうしても火付けとか人を殺したら罪を償わないといけない。そうなった時に、辰吉くんが一人で戸田くんを世話している。だから戸田くんをこの世に残しとくと一人で生きていけないであろう。それと罪人の兄弟っていうことで辛い目に遭うであろうっていうので一緒に連れて行った。そして大切に思ってくれてる朝日も連れて行ってくれたっていうストーリー
につながったらすごく入れる。目はやっちゃダメやし、本当はそういうね、あの逆恨みであっても恨みであっても人をややめちゃダメやねんけども、そういう優しさが辰吉くんのねじ曲がった愛なんだなって感じたらね、辰吉くんがすごく愛おしくなってきてね、ちょっと辰吉エンドの方の、ノーマルエンドと、トゥルーエンド、ベストエンドも気になってきてね、ちょっと辰吉くんに入れてね、でその中でね、いろいろ考えとってね、憎しみっていうのは一日にしてならない。今日、まあたまにはあるよ、通りがかりですれ違った人が肩ぶつかったから憎しみで刺し殺すってあるかわからんけど、長年のねじ曲がった憎しみ、好きで好きで生きてきたのに好きな人に憎しみを持ったり、長年の身内に憎しみを持ったりしておかしくなってくるパターン、あっちゃんもそのパターンでいろいろ苦しめられました。で、その中でなんでそんなことが起こるのか、あっちゃんは人を憎んだことがないし人を憎まない、だからわからんかってんけど、ようやくね、長年生きてきてその感情を分かろうとしてもやっぱり分からへんねんね。なんで人を憎しむのか、まあ要はすれ違い、嫉妬、妬み、相手を憎しむ、要は、自分の親が殺され、じゃ自分の親が、一家離散する原因は花魁、花魁に、花魁、吉野花魁に入り上げたのは自分の親であって、全くそれを憎しみを持っていくのはお門違い、見当違いでしょ。でもそれで子供の頃に自分の目の前で親が死罪になって晒されて火をつけられて殺されるって、すごい無残な殺され方すると、憎しみの持っていくところは吉野花魁がいなければこうならなかった、幸せな家庭は崩れなかった、もともとそうじゃなく吉野花魁に入り上げたお父さんが悪いのに、お母さんを捨てたお父さん悪いのにそっちに持っていく。それと一緒で、家族兄弟であったりしても良かれと思って可愛がってても、要は宝くんがね双子や言うて、でね、まんじゅう屋に来て仲良くやってて、で兄弟って言って扱ってくれた、それが重荷になって妬みに変わっていく。それと一緒で、実の兄弟であっても大切な弟や妹やいて育ててきてもね、育ててっていうかそうやって一緒に暮らしてきてもね、大人になってきたらいろんな憎悪が渦巻いてきたり、もちろん兄弟であって同じ人を好きになったりとか、兄弟であって親からの待遇で優劣をつけられたりとか、で親からの遺産相続であったり、自分は損してるとか、自分は貧乏くじ引いてるとか、なんかね、上は緩いとか、でそんなの妬みとか憎悪が渦巻くんやろうね。だからあっちゃんにはそういう感情が全くないからわからんかったんやけど、このストーリーをやることによってね、あっちゃんがいろんなところで妬まれて恨まれたりすることって多々あるなと。でこっちは良かれと思ってやっててもね、それが憎悪に変わったり妬みに変わったり、憎しみになって攻撃されるっていうことが多々あるんやなって、そう思ったら腹立たしいって今まで思ってたんやけど、それを通り越して自分がやろうと思ってやったことじゃないんやけど、相手の感情をそこまで犯罪に走らせるぐらいまでの憎しみを持たせた自分がすごく罪深いなと思って、本当みんなにごめんなさいって思う。なんか朝日ってそういうところがあってね、自分が悪くなくてもごめんねって、どうしてもその相手を憎しめない、相手をどうしても苦しめてる相手にでもありがとうって言えるキャラクターやねんけども、そういうところって自分にあるんよね。だからいくらひどいことされて、結構ファンの人たちにアンチは切れとかそういうのもやめろって言われてんだけども、やっぱり謝ってこられたら嬉しいし、心入れ替えてくれてまた応援するよって言ってくれたら嬉しい。だから兄弟であっても親であっても、もちろん、応援してくれてる視聴者さんであっても、ごめんねって今までやったことをごめんねって一言言ってくれたら全然何も思わない、そういう性格やねんけども、憎しみを持った人には伝わってない。やっぱりいろいろあって仲良くなったのにまた手のひら返された、同じ人に同じことされね、でもまた謝られたら許してしまうところがあるっていうのは、それは自分の性格なんやろうなって、朝日と一緒やなって思う。言ってみたらね、蔵の中に閉じ込められて、もうご飯持ってきてくれる辰吉くんが優しいなんて言える、
でも自分もそういうところあるんよなって、やっぱりいろいろあって辛い目にあって、でまたね、何かの機会で声かけられて一緒に仕事するようになって、一緒にご飯食べたらもっと一生懸命盛り上げてあげたいなって思ってやってたのに手のひらを返されたって、そういうことがね経験するとね、やっぱり朝日なんやなって、朝日のキャラクターにかぶるんよね。だから朝日ダリンスっていうキャラが今妙にハマってるところなんだけど、いろんなゲームやってきたりね、いろんなテレビアニメ見てね、アニメの主人公にハマることって結構レッツシンクやったりとかやんだけども、やっぱりね朝日っていうのは自分に似てるんよなって思って、要はね貧乏、一番貧乏くじ引くそんなタイプであって、これを計算でやってるんじゃなく天然でやってしまうところっていうの。だからハクさんが、桂さんがそれを狙ってやるんじゃなく天然でやるところが、いいところやって言ってくれたセリフっていうのがね、まあ、そのまんまやっぱ自分に当てはまるんやろうなって、全然狙ってもないんだけどみんながそう感じてくれたりする、逆にだから恨まれたり妬まれたりするところがあったりするんやろなって。でもそれでも恨みきれへんからこそ、いつまでもやっぱり恨んで嫌なやつって見たくない、どうしても嫌いな人って見たくない、離れてしまうけども、そうじゃなくいつまでもこう粘着してまで攻撃してくるっていうのは、ある意味離れられへんっていう何かがあるんやろうなって、それが朝日にも厚みにもあるところ、共通点なんかなってね、ちょっとね今日朝思って、朝目を晴らしてね涙ながらに目を覚ました、泣きながら目を覚ました今日の朝でした。だから昨日のね辰吉くんエンドはね、ものすごく寝る前胸くそ悪かったし、こんな終わり方ないでしょうって、このストーリーはないわと思って寝たのに、朝起きた時にバッチリ自分に当てはまってたというね、まあ、なかなかいい貴重な体験ができた、花咲くまにまに、本当に花咲くまにまにってね、自分のことをねこう演じるんじ、ね、朝日を演じてるつもりが自分が素で生きてる姿をさらけ出してる気がするようになって、か自分の心の中 を見てる気がするゲームなんでね、かなり面白いんでね、みんなにハマるかどうかは分からへんけども、自分にハマる、ほんまに自分のことなんだなって思ってしまう。だからまだあと宝くんと和助さんが残ってて、辰吉くんのグッドとノーマルエンドが残ってて、ね、それをやっていくごとにね、やっぱり自分がもっともっと見えてくるのかなって思うね。なかなか不思議なゲームに巡り合いました。ゲームに巡り合う、人に巡り合う、巡り合いっていうのは偶然じゃなく必然、やっぱり何かがあって導かれたんやなって思うあっちゃんでした。ということでね、これから YouTube の方針も朝日キャラクターをいろいろ使いながら、朝日秋田のって呼ばれたりするけど、朝日になりきってやるんじゃなく、朝日っていうのは自分であって自分の中の一面、それを時々表に出してくる、そういう配信をやっていきたいなと思うね。だからこれからまだまだ辰吉くんのノーマルとグッド、それと宝くんと和助さんをやっていくと、もっともっと自分のことが見えてくるのかなと思って、すごい楽しみにしてるあっちゃんでした。今日の朝は本当にね、あの昨日の夜花咲く間に間に合ってね、桂さん、鞍馬さん2人の 3エンドやったから6エンドやって、全てを見て自分が見えてきて、ね、男の自分、女の自分、そしてミキちゃんと巡り合えた、それが見えてきて、で初めて辰吉くんでこんなんないわって入られへんだわと思ったのに、実は自分のことやったっていうね、全てが見えてしまったあっちゃんでした。本当に奥深いゲームです。楽しかったです。ということで、ね、今日はこんなお話やねんけどもね、またよかったら、花咲く間に間に、今日昨日でね27話ぐらいまで行ってけどね、1話2時間半とか3時間やのに、もう最初から見返すとすっごい長いことかかると思うんだけどね、最初の頃は入りきてれてなかったんやけどもね、だん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 入ってきてね、かなりかなり面白いんで、よかったら見てください。ではまたね。